じゃあ今日よろしくお願いします。吉村沙織と申します。こういう場所でやったら面白そうとかいうのは結構日々考えています。すごくいろんなふうに企画を中心に物事っていうのを作っていけるので、あの企画ができると便利ですちょっとこのワークショップで企画の立て方っていうのを分かってもらえるといいなと思いました。今日は普段頭の中でいろいろ考えている趣味や興味のあることを実際に声に出したり紙に書いたりしてみて、それが企画として考えることができたり、あんまり喋ったことない人ばっかりだったんですけど楽しい雰囲気でできて、こういうのをやるとみんなと仲良くなれるんだなって思いました。はい、今日はグループで分かれてみんなで企画を出し合ったりしたんですけど、そのこれからその企画が形になっていけたらなと思いました。